Hi! こんにちは。
ご加護。行きましょう。やっ。行きましょう。パスしてください。光。聖火の加護に感謝します。それでは、はっ、頑張ります。
けません。負けません。行きましょう。行きましょう。頑張ります。頑張ります。少しは成長できたでしょうか。それでは光負けません。光聖火の加護に感謝します。
狩り。聖火の加護に感謝します。それでは、はっ。それでは、はっ。頑張ります。覚悟してください。はっ。それでは、さっ。負けません。はっ。行きましょう。はっ。さっ。負けません。はっ。負けません。はっ。それでは、うーっ。はっ。聖火の加護に感謝します。やあ、
よ。そうだ。何かご用ですか？やあ。
ここアトラスダムの町の歴史は200年ほど前に始まった。このオルステラ大陸では一応古い部類に入るね。そんな我が町と同じくらい長い歴史を持つ町が8年前に滅んだ。その町の名前を覚えているかね、テレーズ君。はい、焦らなくていい。学ぶための授業なのだから、知らないことは恥ではない。答えは教本に載っている。慌てずに探すといい。はい。ホルンブルグでしょうか。正解だ。ホルンブルグは忘れ去られた古代宗教、その司祭であった王族を中心に栄えた。一方我が町はフラットランドに住む平原民族によって起こされている。当時のフラットランドの部族数は？メアリー殿下、お答えを。はい、8つの部族がいた。そう伝わっています。正解だ。当時のフラットランドは戦乱の時代だ。8つの部族が長きにわたり争っていた。しかし200年ほど前、グランポートから侵略を受けた。当時のグランポートは大陸中へその領土を広げようとしていた。皮肉なことに外敵の出現が敵対していた部族をつなげたのだ。おや、もうこんな時間か。続きは次回の授業にしよう。教本の第3章から第4章をよく読んでおくように。次の授業で質問するので、そのつもりで。ご教授、ありがとうございました、先生。はい。素晴らしい。はい。
先生。お疲れ様です。やあ、喜んで。はい。それはいい質問だ。ありがとうございます。いや、サイラスだ。
はい。いやはや。なるほど。あ。おや。なるほど。はい。ありがとう。サイラスさん。はい。実は。あれ？では。サイラス・オールブライト、参りました。入りたまえ。呼び立ててすまないね。何の御用でしょう、イボン学長。君の書いた魔法学の論文、あれは何だ、ね、なんだねと言われましても、お読みになった通りです。論文の内容を言っているのではない。論文に用いた参考文献のことだよ。なぜ引用したのだ。あれらはこの王立学院に秘蔵されたとても貴重な資料だ。いたずらに広めてよいものではない。論文で発表するなどもってのほかだ。あの資料の価値は認めます。だからこそもっと大勢の学者に。
そんなことする必要はない。学院の資料は学院のものだ。しかしそれでは。くどい。これは何を言っても聞いてくれそうもないな。学長は知識を勲章か何か自分の身でめでるものだと思っている。知識は独占してこそ価値がある。そういう考えの方なのだ。申し訳ありません。以後気をつけます。ご用はそれだけですか？ああ、それだけだ。そうそう。書庫の利用時間は限られているのだろう。急いで戻らないと閉まってしまうぞ。やれやれ、嫌がらせのためでもあったのか。はい、では失礼します。入りたまえ。失礼します。それで、あの、いや、それが、そんな、任せてくれたまえ。
はい。さて、なるほど。サイラスさん。ほうほう。なるほど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 。はい。ほうほう。
なるほど。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 ほうほう。なるほど。Oh, yeah. Oh, oh.
なるほど。よし。そうだ。いや。さて。
なるほど。なるほど。ほうほう。なるほど。なるほど。なるほど。おお。ほうほう。なるほど。
負けません。さて、どうしようか。やっこ、やられるものか。なかなか考えがいがある。やられるものか。頑張ります。頑張ります。させません。それではさせません。さて、集中していこう。大した強さだ。合格点。なかなか考えがいがある。あっ、それでは頑張ります。なかなか考えがいがある。せい、負けません。授業はこれで終わりだ。この程度では不合格。
授業の時間だ。それでは。なかなか考えがいがある。やられるものか。さあ、それでは。さあ、頑張ります。させません。それでは、聖火の加護に感謝します。行きましょう。させません。行きましょう。負けます。戦いはやはり苦手です。
どうで。それでは。さて。行きましょう。さて。行きましょう。戦いはやはり苦手です。の、ふん。失礼。さて。さあ、違う。実は、の。いやいや、氷を切り裂け。
それでは。天下の光、輝きたまえ。行きましょう。なかなか考えがいがある。頑張ります。傷を癒したまえ。さてどうしようか。せい。
なかなか考えない。頑張ります。負けません。聖火の加護に感謝します。確かに。そしてサイラスさん。あ、ええ、まさか。ええ、これですね。ほう。サイラスさん。おや。ほうほう。
なるほど。サイラスさんをお連れいたしました。入りたまえ。ご苦労だったルシア君。ご用件は何でしょうか。少なくともお褒めの言葉ではなさそうだな。サイラス君、私のもとへとある密告があった。密告ですか。君が教師という立場を利用し、王女と男女の中になっているとね。ああ、それで学長はその密告とやらを信じられたのですか。違うというのならそう言いたまえ。もちろん根も葉もないデタラメです。デタラメか。だがそうですかというわけにはいかなくてね。
王族の醜聞など人々にとって格好の話の種だ。ましてや傷物になったかもしれない。メアリー王女のそんな悪評が立つなど絶対にあってはならないことだ。では学長、私の処遇はどうなさるおつもりですか。そこに苦慮しているのだよ。公に罰を与えるわけにもいくまい。噂を事実だと認めるようなものだからな。それでしたら追放はいかがでしょう。表向きは調査のため町を出たということにすれば。なるほど、それは妙案だ。どうだ、これなら君の名誉も守られる。名誉ね。不満かね。いえ、不満はありません。むしろいい機会だと思いまして。どういうことだサイラス君。言った通りです。実は興味を惹かれる謎がありまして。ここにいては調べることができないと考えていたんですよ。なので旅に出ようと思います。15年前に盗まれたという遍国の書、その謎を追うのも悪くない。広めたい知識も伝えられないなら、このままここにいても仕方ない。そう、そうか。それで何を調べるつもりなのかね。とある本についてです。それでは旅の準備もありますので失礼いたします。サイラス、どこまでも読めない男だ。先生。おや、どうした、テレーズ君。先生が王立学院を去る、そうお聞きして。ああ、その通りだ。あ、ごめんなさい。なるほど、噂の出所は君だったんだね。気づいてらしたのですか。いや、今の君の謝罪で気づいた。ただその理由がわからない。どうしてこんな真似をしたのかね。先生はいつもメアリー殿下ばかり見ているでしょう。私だってもっと
それで、あの話を。はい。イヴォン学長に嘘をつきました。ただ、少し困らせたかっただけだ。それが、まさかこんな大ごとに。本当にごめんなさい。君は気にしなくていい。ちょうど旅に出ようと思っていたからね。いつか外に出て学ぼうと思っていたのだ。今回の話はちょうどいい機会だっただけだよ。調べたいことできたしね。だから君のせいではない。気にやまないでくれ。それに私にも落ち度がある。君の気持ちに私が気づいてあげていれば。先生、それって…まさか、君がそんなにまで勉強熱心だったとは。え？私は君たちに平等に教えていた。そのつもりだった。だが、殿下の熱意に応えたがために間違った印象を与えていたのだな。だとすれば確かに私が原因だ。もっと君の勉学への熱意をきちんと受け止めるべきだった。では行くよ。これからも勉学に励んでくれ。はい。また会えますか。生きてさえいればね。まずは変毒の書について調べよう。魔導書のことならオデット先輩に聞くのが一番かな。彼女はクオリークレストにいるはずだ。訪ねてみるとしよう。